前半は2対0、ヴェルディが2点を先行して折り返しています。縦パス通します。フルスプリント右、小池チャンス、小池のクロス戻ってよくここは体を投げ出しました。クリスティアノへ、佐藤のディフェンス、クリスティアノのクロス、オルンガの前、上福本ボレーシュート、最後は瀬川のボレー、しっかり抑えましたキーパーの上福本。こうクリスティアノ選手からのいいボール入りましたけれども、上福本選手ここでクリアして、その後のシュートストップも見事でしたね。引き出して江坂、江坂から裏へ、オルンガ、オルンガ、オルンガ、あーっと流れた。近藤選手よく最後までついてました、これ近藤選手が寄せてきたことでオルンガ選手バランス崩しましたよね、はい、そして亀彦本選手も出てきた、これによってオルンガ選手のシュートコースがほとんどなくなりましたね。そうでしたね。ゴール前にはオルンガと細谷、オルンガが入ってきた、キーパー、低く速いクロス、今みたいなボールですよね、菊池選手からいいボール入りますよね。クリスティアノえぐってクロス、オルンガ逆サイド、シュートだ、キーパー、最後は大谷のシュート。今日も再三のファインセーブが光ります、キーパー上福本。大谷もう一度開いてクリスティアーノ、逆サイドのクロス、オルンガ飛び込んできた、オルンガ決定機でした。オルンガ選手がヘディングに行くんですけれども、ここ若狭選手最後まで体を寄せて、ここですね、今のは決めたかったですね。そうですね、引き出して細谷、なんとクリスティアーノがこれ反応できません。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。ヴェルディ3試合ぶり今シーズン2勝目、この林の先制ゴール、さらには小池純喜の追加点。相手に支配される時間帯が長いながらもしっかりと耐えしのいで、今シーズン初のシャットアウト勝利をこのホームで収めました。